はい、で皆さん大きくなったサーモンになりたい、くずせいくらです。今回もですね、こちらアウトラスト2の続きをやっていきたいと思います。前回の続きからやっていくので、前回の動画見てない人はですね、概要欄に URL 貼っておくので、そちらから見ていただけたら嬉しいです。で、前回が、なんかね、やっと長い長い川下りが終わり、で、終わったと思ったらまたこのね、学校のステージ。まあ、個人的には学校のステージ雰囲気があってめちゃめちゃね、ワクワクするんですけど、ね、舌の長い腕のめっちゃ生えた怪物だけが怖くて。前回の最後もね、入って大丈夫かな？水の中をジャボ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 入って、こんなよ。で、追いかけっこした挙句に、このビーチサイド、登ったらいなくなってるっていうね、恐怖体験から始まったんですけど、すごいな、プールだ、プール。室内プールか、これ。ねえ、小中って言ったら結構やっぱ学校の外にプールとかあるイメージだったけど、この学校は全然中にあるんだね。さあ、一周とりあえずぐるってしてみて、ここは開かなかったんだ。ほんじゃ、こっちか。怖いな。あ、待って待って待って。ホラーゲームの代名詞と言っても過言ではない。この男子トイレと女子トイレがある。広っ。うわ、すごいな。そうかそうか。もう僕の小中高の時は、小中高っていうか小学校、中学校、うわ、やべやべ、の時はね、更衣室なんてなかったから、男性用の。もう隠れられるんだ。へえ。すごいな、ロッカー一個一個に。隠れられて。ずっと隠れてたいけどね。こんなとこもあるんだ。へえ。どこに繋がってんやろ。シャワーとかあるんだ。すごいね。知らんかったわ。更衣室ってこんなもんなんかな。さあ、こっちか？こっち怪しいな。まあ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 、女子トイレ、うわ！ここだけ？何これ？何このトイレ？ちょ。一回ちょっと何も見なかったことにして。ここ行くしかないんか。反対側にもう扉がないもんね。はい、これ。ここは開くの？ここが開かないの？ここは開かないのに。一回じゃあ、ちょっと、この、地のシャワーでも浴びてく？うわ、めちゃめちゃ、うわうわうわ、嫌だな、これ、ほんま。取れんちゃう？全身真っ赤っかになるで、こんな。なってないけど。これだよね、そして。皆さん、お待たせいたしました。ね、だって、反対側には誰もいないんだよ。便座の上に登ってんの？もしかして。開けます。怖っ。うわ。すっげえ鮮血。これ、後ろで振り返ったらなんかあるとかじゃないよね。ああ、よかった。何これ。べっちょべちょやん、しかも。でもね、珍しいね。この座るところがくどいタイプ。もう見なかったことにしとこう。これ反対側なんもないんかな？反対側まで染み出してきちゃってるやん。そしてここからだな。怖っ。これ開いてんのかな？開いてそうじゃない？開かない。開かないままな。あ、びっしょ。彼が来るわ。彼が、僕のことなのか、舌の長い化け物のことなのか、どっちにしろめちゃめちゃ怖いんだけど、どこ行ったんだろう。こっちかな？開いてる。さっき開いてなかったのに。ジェシカを追いかければいい感じ、これ。学校のステージもなんかクライマックスって感じがしない？開かない。
さあ、ここか。なんかもう天国への階段みたいに見えるわ。ここは？あ、ここさっきの女子校いつか。うわ、何この光。怖いなあ。眩しくて、音もなくなっちゃったやん。ええー、僕のだからキーボードを叩く音とか、ねえ、鼻息とか聞こえとるんやろな。ドック済み。いつドックかけてん？おい。うわ。うわあ。くらい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 。おい、おい、ちょ、ちょ、そ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 んな、そんなあれがあるなんて。開けて、開けて。あ、あ、もう嫌だ、ここ。わあ、何のために、あいつ閉めたんだろう、ここ。もう一回じゃあ、反対側ってこと？うわ、戻るん、ここで？うわ、嫌だな。おい！最先端。なんでこんなところに最先端の 技術取りの、あ、コンピューター室かな？まあ僕もパソコン触る人なので、こういうとこ見るとなんかテンション上がっちゃいますね。昔ながらのね、フロッピーディスクだ。で、昔のキーボードってオルトキーないはずなのに、この時代はオルトキー存在していますね。ええねん、そんなね。細かいとこ突っ込まんでも。なんかあるってことだよね。バッテリーとかさ、そうそうなくなってきてんじゃない？めちゃめちゃあるわ。でもあそこにバッテリーある。まあこういうのはね、あって損ないですから。さあ、ほんで？あ、書類だ。なんか増えてない？これ。No。なにこれ。LLIN is WAR HAN RIM。英語読めないからね、なおさら何書いてるか全然わからんからな。こんだけ？これは関係ない。ね、フロッピーディスクの1個ぐらい持ち帰りたいですけども。戻るんか、じゃあさっきのところ。空いてそうだな。なんか観客。うわ、怖っ、この道。うわ、この道怖っ。ああ、大丈夫なんだ。あれ？あ、こっから来たよね。そうか、なんかあっちの方からなんかグニ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 になって。あいつ出てきたんか。静かな学校。いや、まあまあまあ。これが本来のあれだけどね、本当は。この世界にさ、BGM なんてものは存在してないんだから、本当だったらこれが本来あるべき、ホラーの形だからこれ。本当に後ろからさ、わあ、びっくりした、自分の影か。追いかけてきたりとかしてたら、気づかないからね。うわ、ほんまひどいな。開かない。怖え、この道。助けてブレイク。え、待って、主人公の名前誰？どうすればいい、これ。滑りそう。オーマイガー。こっち？こっち？あっち？こっち？そっち？ってどっち？うわ、嫌な道。滑るよ。あれ？こんなとこ？こんなとこ入って大丈夫？なんかあるわけじゃないんだ。うわー、脈打ってるの気持ち悪いなー。これさ、もうちょっとよく見れたりするかな。走ってきたらどうしよう。でもちょっと好奇心がね、勝るんだよ。なんもない。なんか追いかけてきたりとかじゃなかったんだ。うわぁ、こんな感じ？うわ、こんなやつもいたんだ。あ、
かない。すっごいな、この演出。わ、見覚えあるな、ここ。だからもう本当に学校丸々一個。これだけでホラーゲームになるからな。滑るで。こんな全力疾走して。はい、ありがとうございました。この上か。戻れそうじゃない？現実世界に。怖っ、これ。怖っ。顔とか出してこんでよ。うわ、待って。帰ってきた。うわ、帰ってきたわ。恐ろしい。赤くね？え、なんでこんな外の、外の世界より赤い？めちゃめちゃ赤い。こんなことになるんだ。最悪やん。あ、なんか毒をはしてる。ちょっと見ようか。なんか説明してくれるかもしれん。最近滑舌が半端ないな。全然喋れてへんだけど。はい。血の雨。彼女の靴に浸ってた、散ったもの。俺はただあの血を踏みたくなかった。足跡を残したくなかった。え、なんかやったんか自分。これ血の雨な。めちゃめちゃ、お、ほんまや。すごっ。下も真っ赤っかになってる。うわー、すごいな、視界が。一回入ったら上がれなさそうな場所。すごいなー。もう本当になんかアニメの舞台とかそんな感じだよね。最悪やな。やっぱ舐めたら鉄の味とかするのかな。めちゃめちゃ登れ、なんかあの橋渡りそうだよね。襲ってこないだけまだマシなのかな。どっちから行くんだろう。とりあえずここ登って、うわ、あ、これ線路なんだ。へえ。で、こっちは、こっちも渡れないようになってるわ。ちょっと気になったけどね、あの奥。うわー、なんかとりあえず、こんなずっと嫌だから、家の中入りたいよね。めっちゃ頑張ったら飽きそう。ああ、押し倒したら全然開くレベルに動いたよな、今、引き戸。なんだ？うわ、なんか最悪な ASMR が、もうの滑舌どこ行ったん。うわ、これだけ動いてる。ほらほらほら、なんかやっぱボソボソ聞こえるよな。なんか言ってるって。え、誰かいんのかな。なんかあのおばあちゃん出てきそうだよな、でっかい。嫌なもん吊りし上げられてるな。さあ、ここは入れそうだな。うーわー、これ、うわー、えぐ。これサムネイルに撮っとこうかな、ほら。うわ、やば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 。家の前にこんなの飾ってた時には、警察もんどころじゃないよ。すごいの見ちゃった。さあ、で、人ん家勝手に入っちゃったけど大丈夫かな。え？なんか勝手にしまったんだけど。そんなハイテクなん、ここ。すごいなぁ。さあ、このでかい謎の装置は関係なさそうで、ここだな。怖っ！うわぁ、絵になるなぁ。どこ切り抜いても絵になるなぁ、アウトラスト。うわっ！あっ！
なんかあれだな。なんか言うてんな。いないけど。何これ、どうすんの、この人間のさ、部位ばかり集めて。おわー。開けます。これー。なんか来るだろうな、そろそろ。ここ越えていく感じ？もう真っ暗だ。ずっとつけてないと何も見えないわ、これ。怖っ。こっちでいいのかな？包帯もない。誰か寝てはるわ。ああ、くそ。なに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 ？大丈夫？これ言って。怖。普通のなんか、もうここで働いてたんだろうなっていう人たちがいっぱいなんかお亡くなりになられてるんだけど。なに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 。ほんまに嫌な音。これ上だよね、絶対なんかいんの。言葉さっきから話してない あーとかえーとか、ここ登る感じか。怖い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 な。なんかいるよな。うわー、ちょ怖い怖い、ほんまに怖い。目に見えないのってほんと怖いよな。人間ってなんか目からの情報がほとんどって言うもんね。なんで動いてんのこれ。まだ触ってもないのに。どこ向かってんの、そして。大丈夫これ言って。めちゃめちゃ長いな。うわっ。電気ついてる。そんな揺れる？催眠術にかけようとしてる？もしかして。怖っ怖っ怖っ。何これ？もう来るよな。なんか来るとしたらここだよな。We have to leave. We have to go. え？生存者ってこと？なんかめ、え？今までにないぐらいまともなやつが出てきたんだけど。怖怖、追いかければいいのかな、これもしかして。こっちの方行ったよな。外に繋がってる。ってことは何？ここは？こう来たんだよね。よし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 。うわー、なんていうの、こういうの、固唾を飲むっていう。うわ、怖え、ここ飛んの。なんもいないでくれ。頼む。いや。僕の、その、ハラハラを返してほしいぐらいに一気に現実に来たんやけど。はい、まあまあ、こっちの方が安心はするのかな。すごいね、これ。本当に。戻れるわけじゃないもんね。はい。ということで、今回はここら辺にして終わりたいと思います。ちょっとパートがね、だいぶ分かれて長くなってしまったんですけども、結構なんかクライマックス感あるよな。本当に。もう次ぐらいで終わると思うので、結構長い。この動画気に入ってくれたり、続きが気になる方は、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それじゃあ、クルスイクラでした。また次の動画でね、お会いしましょう。またね。バイバーイ。